三浦航太選手の公開選手の質疑応答を始めたいと思います。よろしくお願いします。マスコミの方、ご質問ある方いらっしゃいましたら、媒体名とお名前とご質問をお願いいたします。ではまず、先日初めて記者会見参加されましたが、はい、どうでしたか感想は。うわ、なんかウキウキしましたね。ウキいつも見てた会見なんで、それに自分が立ってたんで、それがなんか面白かったです。戦う実感というのは湧いてきました。そうですね、初めて対戦相手と向かい合ったんで、なんかついにやるんだなっていうのが、現在、大会まで10日を切りましたが、コンディションっていうのは順調ですか。は順調です。体重減量なども順調ということで、はい、ありがとうございます。マスコミの方、ご質問ある方いらっしゃいましたら、リアクションボタンでご質問の方をお願いいたします。少々お待ちください、はいはい。それでは、エンカウント住野さんお願いします。エンカウントの住野と申します。声届いていますか。はい、あ、届いてます。はい、届いてます。聞こえてますか。あ、聞こえてます。あ、すいません。さっきから、これの会見だったり、今日だったり、全然緊張したところとか見受けられないんですけれども、はい、緊張とかっていうのはあんまり普段からされない方ですか。そうですね、なんか全然緊張しなくて、逆に大丈夫なのかなっていう感じです。なんか本番になっても全然緊張はしなさそうな感じはしますか。このままいったらしないんじゃないかなっていう感じです。相手の選手の映像だったり、何か研究だったりっていうものはある程度できそうですか。はなんか5年前ぐらいの映像とかでちょっと見てる感じなんですけど、最近の映像はあんまりないんで、まあ、なんか昔のその動画とかはある程度見てます。ました、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは続いて、ザページ本郷さんお願いします。すいません、ザページ本郷です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今練習見てたら打撃を中心にされてますが、はい、打撃を中心に今練習見せていただきましたが、はい、普段どういう割合でここまで練習してきたんですか。打撃、組み寝技全部同じぐらいの割合で一応やってて、全然その打撃だけやってるっていう感じではなく、普通にその MMA として総合の全ジャンル同じぐらいやってるって感じです。それは打撃は別のとこに行くとか、はい、そういうことじゃなくて全てブレーンでやってる。いや、打撃は、別のところでボクシングジムに一応行ってはいるんですけど、あ、でもこっちの宮下さんのところでは組だったり寝技とか、そのボクシングで習った打撃を MMA のところで活かせるようにやってるって感じで、はい、やってます。あ、打撃はキックじゃなくてボクシングって。はい、そうですね。ちなみにどこ行ってます。笠井雄一トレーナーっていう方がやってるグローブスチームっていう、ね、はい、ところで一応パンチは結構前からやってるって感じですね。あそこですよね、はい、ニコダマの、そうですね、ヨーガの、はい、あ、天使も行ってたところですよね。そうですね、はい、あ、なんか
番最初は格闘技のきっかけ、ボクシング行ってたと聞いたんですが、はい、それはそもそも笠井さんのところだったんですか？いや、ではなくて別の人の、なんか総合格闘技のジムでボクシングのレッスン、レッスンっていうか、まあ日が週に1回ぐらいあって、それがたまたま自分がサッカーやってた時の休みの日だったんで、興味本位でそこの週に1回のボクシングの授業に出てたっていう感じですね。ああ、そうなんですか。はい。まあ、僕もあの相手の映像が、はい、あの三浦さんが今言ったように昔のものしか見れてないのであまり分かんないんですが、はい、まあ、キック系の選手みたいなので、はい、やっぱりこう打撃勝負になるんですかね、と予想されてますか？あ、自分もやっぱ向こうは多分打撃でガンガン来るんだろうなっていうのは思ってるんで、しっかり自分も打撃が得意なんで、まあ、一番やっぱりいいのは KO できたなって思ってます。さっき見せたワンツー、はい、のストレートで仕留めるっていう感じの、いや全然、まあ、あれは本当ごく一部なんで、もっといっぱいやってきたことだったり、そういう作戦みたいなのはいっぱいあるんで、全然あれはほんのもう一部です。あのさっきの話なんですが、まあ、最初そういうボクシングの教室から、はい、まあ、格闘技の入り口に入って、はい、そこからその MMA へ、はい、こう行こうと思ったきっかけと、はい、その決断の理由ってどういうことですか？本当にでも流れになっちゃうんですけど、なんかボクシングの映像とか見てる中で天心選手とかの動画がやっぱりあの関連ワードみたいなやつでいっぱい出てきてて、それで実際に雷神に足を運んで見に来たら、総合格闘技のなんか魅力に惹かれたというか、それでそのままなんか総合っていうか、まあジムをちゃんとしたところに入ってちゃんと本格的にやろうかなと思った時に、あの自分が悩んでた時に、知り合いの本当知り合いの知り合いっていう形で宮津さんと出会えたんで、そこから総合の道に来ましたね。ちなみにその見に行った雷神は、はい、どの大会だったの？堀口選手と天心選手のがメインでやってる試合でした。誰がメインですか？天心選手と堀口選手です。あの試合ですか？はい。あ、なるほど。まあ、最初はサッカーちっちゃい時されてたと思うんですけど、はい、サッカーからその格闘技っていうのは、僕たちはから見るとなかなかこう冒険的な挑戦に見えるんですが、はい、自分自身はどうですか？うん、まあ確かに格闘技のファンの人からしたら、なんかちっちゃい時から格闘技をやってたわけではないので、なんかそういうふうに大丈夫かっていう感じで思われるかなって思うんですけど、うん、全然自分はそういうところ、逆になんかちっちゃい時からやってないからこそなんか気づけるものとかもあると思ってるんで、なるほど、全然で、まあなんか冒険的な感じには確かになりますけど、うん、まあお父さんとかもそういう生き方をしてきたと思うんで、うん、自分もその血を受け継いでるっていうのは思ってるんで、あ、なるほど、ね、絶対どんな冒険になっても大丈夫だって思ってますね。まあ、お父さんも、ね、いきなりブラジルに行って そういうチャレンジしてますもんね。はい、三浦家の DNA ですか？そうですね、それを自分は自信を持ってやってるんで。なるほど。はい、今の三浦さんの理想のファイターって言いますか？憧れのライターファイターとかは、まあ結構いろんな選手のいいところをすごい見てるんで、この人になりたいっていうのはないんですけど、はい、やっぱりライジンのトップ選手に立ってるような人たちは自分はすごいかっこいいと思ってるんで、なんかまあ誰かみたいになりたいっていうよりは、まあオリジナルでそういう、まあ実力でこうライジンに上がってきたような選手といつか拳を交えて、自分がそういう風になんか新しいジャンルでこうみんなになんかいろんなものを見せれたらなとは思ってます。ちなみにこの選手のここ、この選手のここっていうのちょっと教えてください。やっぱり朝倉兄弟さんたちとかはすごいいろんなメディアに出て活躍して格闘技を広めてますし、天心選手とかはいろんなこうボクシングだったりキックボクシングだったり MMA だったりいろんなのに挑戦しててすごいかっこいいなと思いますし、うん、やっぱそういういろんな輝き方ってあると思うんで、そういう
ところをなんか意識してみてます、ね、うん、はい。ということは格闘家としての目標はまずそういうビッグファイトというか、そうです、ね、注目のリングに上がるというところですかね。そうですね、今はやっぱり話題性とかそういうもので自分はまだ実力ないにもかかわらずこういう舞台に立たせてもらうんで、うん、そこはしっかり勘違いせずにこう実力で上がってきた選手たちみたいにこう、まあ、実績を上げれていけたらなっていうふうに思ってるって感じですね。はい、最後にちょっと一つだけ聞かせてください、はい、あのお父さんのちょっと去就が今いろいろ、はい、あの8球団ぐらいからオファーがあってどこ行くんだみたいな感じになってるんですけど、はいはい、これは息子さんとしてどういうふうにあの見守っていらっしゃいますか。まあ、正直このあの年齢でやっぱプロっていうかそういう若い選手と交えてサッカーをやるっていうことに対して家族としてはシンプルに心配の気持ちもやっぱあるんですけど、でもお父さんはやっぱり自分、まあ、家族が何と言おうと自分がサッカーを好きで本気でやってる姿っていうのを誰よりも見てきてるんで、やっぱり家族としてはまあお父さんがどういう選択をしようとお父さんが満足いくまでは精一杯応援したいなっていう感じですね。なるほど、はい。一緒のアスリートは、あの競技は違いますが、はい、共にその上っていうか、向上心を持って、はい、こう努力を続けるアスリートとして、はい、やっぱ共通するところをリスペクトするところってやっぱあるわけです。はい、尊敬してます。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。続いて、大変お待たせしました、ゴング格闘技、松山さん、お願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとこの間 の会見の後にあの、はい、拝見したんですけど、赤のスーツはあれですか、お父さんがあの貸してくれたということ、思い出のスーツなんですか。はい、お父さんが今キャンプに行ってるんですけど、はい、その間に会見が決まって自分のスーツがなかったんで、そこを電話してスーツ貸してくれっていうふうに言ったらもう元々用意されてたスーツが 2,3 個あって、それの一つがあれだったんで、はい、もうあれで決めてきたっていう感じですね。その色を選んだのはじゃあ三浦さんが選んだんですか。お父さんが選んだ色がもう最初上下真っ赤のスーツで、はい、これじゃちょっとなんか自分はまだ早いなっていうか全然似合ってなかったんで、どうしようってなって、もう一個あったのがあの セットだったんでそっちで来たっていう感じなんで、うん、まあほぼお父さんが選んでくれたようなもんです、はい、あの会見で教えていただきましたけど、お父様はその小さな団体からやった方がいいんじゃないかって最初おっしゃって、はい、それででも最終的に大晦日で大臣にデビューすることになったのは、はい、三浦選手 あの甲田選手の意思が最後は強かったんでしょうか。まあ、やっぱり自分はそのこの舞台にずっと憧れてはいたんで、まあ、もちろん話が来た時、はい、最初は自分もあのそういう選手たちが苦労して上がってるっていうのを知ってたんで、こんなまだ実績のない自分が立っていいのかっていうのも思ってて、まあ、親に相談したら案の定親は大反対 で、まあ、そこはどちらかというと一致してたというか、で一応1回目はなんか1回その最初に話いただいた時はあんまり前向きな方向で答えることはできなかったんですけど、はい、もう一度そういう話をいただいたときに、もう一回家族と真剣に話し合ったときに、やっぱりそういうチャンスっていうのは何回も来るわけではないなっていう話もなって、はい、そこでやっぱり家族は、まあ、もし浩太が出たいんだったら、まあ、出る選択肢も別に悪いことではないっていうふうに言ってたんで、なんて言うんだろう、まあその話をいただいたからには挑戦するっていうのも一つだっていうふうに言われたんで、その言葉を自分はすごい響いたというか、まあ、反対されるのをもう覚悟の上でやっぱ自分は出たいんだなっていう気持ちがあったんで、それを素直に親に言ったら一気に応援してくれる形になったっていう感じですね。なるほど、はい、じゃあこの試合を終えたら場合によってはこうアマチュアも含めてこうキャリアを自分積んでいきたいという気持ちもコートの中にはありますか。はい、そうですね、全然自分は格闘技を好きでやってるんで、うん、なんかこの舞台じゃなきゃ上がらないみたいな、はい、そういう気持ちでやってるわけではないんで、あの本当に自分をこう出してくれるんであれば、こうライジンの舞台でそれは上がりたいですし、それ以外でもこうチャンスがあるんだったらどんどんチャレンジしていきたいなっていう感じです。はい、はい、あの今の練習環境を知りたいんですけれど、動画の中で拝見した浅、はい、あの原口兄弟、それに、
レダー選手とも少し組み合ってるのも見ました、はいはい、アドバイスをどのようにもらってますか。やっぱり動画の中でもあったように自分のなんて言うんだろう悪いところとか、まあ、あんまり言いたくないっていうか試合前なんであれなんですけど、はい、いろいろこう打撃でも悪い癖だったりそのいい癖もあったんでそういうところを甲斐選手だったりまあ、組で言うと原口選手のお兄ちゃんの方とはよく練習するんで、はい、とか宮さんとかいろんな人にこうアドバイスもらってるっていう感じですね。なるほど、はい、朝倉海選手からはこう素直すぎると、はい、もっと蹴りも混ぜてというようなことも言われたと思います、はい、今回の、公開練習でも見てましたが、はい、対戦相手が166センチということも、はい、試合動画も見ると、はい、蹴りがかなり有効になってくるかなとも思いました、はい、その部分はかなり磨いている状況ですか。そうですね、はい。手応えはどうですか、ご自身の中で蹴りの向上具合でしたか。やっぱり自信はありますね。サッカーもやってたんで、まあ、蹴り方は全然違いますけど、うん、そうですね、今もどのことも自信しかないですね。なるほど、はい。対戦相手は、まあ、ホストで仕事もしながら、はい、あるいは、ボディービルもやってきて、はい、でただ MMA という意味ではこう、はい、やはりどちらかというと副業的な、はい、今回形で臨むと思います、はい、そういう中で2年間格闘技に打ち込んできた太田選手としては、はい、やはり負けられないという、 こう気持ちもありますか。そうですね、やっぱり絶対負けられないですし、まあ本当にシンプルに、まあ、人にどう思われるとか関係なしに自分自身がやっぱ勝ちたいんで、うん、何としても勝ちたいなっていう感じですね。まあ、デビュー戦ですけどどんな勝ち方をしたいと思ってますか。まあ、結構デビュー戦っていうふうに言われてますけど、こう、はい、こうライジンに出してもらえるっていうことなんで、まあ、デビュー戦とは思えないような試合をしたいなとは思ってます。ました、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。その他マスコミの方ご質問ございますでしょうか。内容であればワンセブンライブさんお願いします。ワンセブンライブです、よろしくお願いいたします。今こちら 生でですね、はい、生配信させていただいておりまして、たくさんのリスナーさんから質問いただいておりますので、はい、こちらのカメラに向かってお願いいたします。まず初めての減量になるかと思いますが、はい、どのような減量食堂を取ってらっしゃったんですか。全然4キロぐらいなんで、そんなに、まあ、食べ物は少しずつ12月入ってからそういう体に良くないものだったり脂肪になっちゃうものとかは省いて、なるべく、まあ、お母さんは結構お父さん の食事を作ってたんで、いろいろそういうのも分かってるんで、一応そういう体重増えちゃいけないっていうことだけ伝えて作ってもらってるっていう感じですね。でそこまで無理されてないですね。そうですね、まだ、はい、はい、ありがとうございます。あと将来戦いたい選手はいらっしゃいますかという質問が来ております。はまあ正直今はいないですね。なんか自分はまだそれを発言していいレベル の実績はないんで、それはあえてまだ言わないです、はい。あとサッカーボールキックで相手の顔面蹴れますか、はい、っていう質問が来ております。はまあもう戦いなんでそこは思いっきり蹴ろうと思ってます。はい、ありがとうございます。あとですね、ライジンのファンの方って入場のイメージだったり髪型だったり、はいはい、そういったところ結構見てらっしゃると思うんですけど、はい、入場のイメージって出てきていますか。そうですね、まあすごい自分はそういう曲とかも結構前から決めてて、自分が格闘技で試合やるってなったらこの曲で出たいなみたいなのがあったんで、そういうところは注目してもらえたらなと思ってます。なんでイメージは結構湧いてますね。はい、じゃその夢が叶った感じですか、これ頭の中のイメージが。そうですね、うん、はい、ありがとうございます。あとライジンファンの皆様、三浦選手のここを見てほしいというアピール注目ポイントを教えてください。自分はやっぱ打撃が得意なんで、そういう打撃だったり、あとはまあ本当チャンスがあればみんなが見たいと思ってるサッカーボールキックも、思いっきり蹴ろうと思ってるんで、そういうところにも注目してもらえたらなと思ってます。はい、ありがとうございます。当日会場行きます、応援してます、勝ってコータダンスしてくださいって言ってます。ありがとうございます。本当にでもインスタとかでもすごい最初は結構もう本当誹謗中傷ぐらいのことも言われてたんですけど、最近はやっぱり応援してますみたいなすごい心強いメッセージがたくさん届くんで、本当に感謝してます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、た
武田選手とヒサロは行かないんですかうわ行かないですね、はい、あと、まあ、ブレイブジムであのすごいあの勢いすごいですけれども三浦選手から見た宮田先生宮田選手、はい、宮田先生どんな方でいらっしゃいますか。うわすごいやっぱり心強いですし普段練習ではちょっと怖いんですけどでも会場とかでもあの初めて自分が発表させてもらった時もすごい近くでずっとあのいてくれてそれのおかげで自分もリラックスして緊張せずにリングに上がれたんですごい心強いですね。はいありがとうございます、そうしましたら最後にですねワンセブンのこちらリスナーさんに向かって一言メッセージをお願いいたします。自分の方に、メッセージだったり応援してくれてる人に本当に感謝していてそういう人が自分を応援しよかったなとそう思えるような試合を絶対見せるんでそして絶対勝つんでこれからも応援よろしくお願いします。はいありがとうございます。しっかりしてるここまでいろんな意見あったと思うけど頑張ってくださ い, いありがとうございます。あと最後にすみません自分はどんな性格だと思いますか。負けず嫌いとか努力家とか自分でどうとか分かんないですけど結構周りから本当なんか素直すぎるとかそういうのは言われます。はいありがとうございます。あの今日のこちら の, あの受け答え の, あの感じでですねかなり皆様がまたファンになられていると思いますので、はい、ありがとうございました。ワンセブンライブでございました。ありがとうございます。その他追加のご質問大丈夫そうでしょうか。それでは三浦選手の公開練習終了となります。ありがとうございました。はい、OK です。